もおまとさんでした。ヘアシロです。さあ、本日予定していた、ファイターズ対ライオンズのね、大宮での試合は雨天中止でございます。まあ今日ね、観戦予定だった方々はね、まあ非常に残念かもしれませんが、ライオンズにとってはチームとしては恵みの雨だったんじゃないかなと思います。この昨日の後味の悪い負け方、この中継ぎ陣がね、疲労困憊している。これは非常に、この今日の雨は、中継ぎ陣にとっても、そして他の選手たちにとっても、リフレッシュに、当てられた一日じゃないかなと思いますよ。っていうかそう思いましょうよ。ね。これでね、またね、日程がずれるわけじゃないですか。で、ホークスもね、6試合ぐらいライオンズより多いんですよね。こういった意味で、この主催ゲームが、後ろ倒しになること、これは非常にいいことです。はい。そして今現在、ホークス対マリーンズの試合が行われているわけでございますけども、ペイペイドームで行われているマリーンズ対ホークス、現在ね、4対0でマリーンズ勝ってます。マリーンズ勝ってます。まだ試合終わってないけどね。まだ5回裏でございますんでね。5回裏。さあどうなるか、さあどうなるか。まあまあ、落ち着け落ち着け。落ち着け落ち着け。まだ5回の裏よ。まだわからんよ。ねえ、落ち着きましょうよ。本当にね。まあこの動画が上がる頃にはね、おそらく、試合の結果がもう出てるかなとは思いますけども。ホークス対マリーンズの試合は置いといて、明日のペイペイドームで行われるライオンズ対ホークス。ね、まあ、先発ピッチャーも発表されております。ライオンズの先発は松本渡。ホークスの先発は東浜直ですよ。まあ前回ね、この東浜を、このライオンズの本拠地ベルーナドームでね、引きずり下ろしたんでね、バウンドからね、攻略したんでね、だからこそ、この東浜直も、じお前、本拠地来たらただじゃおかねえぞと。ね、来るわけでしょう、こう。この前はお前よくやってくれたな、とね。もう、それはすらん、もう目血走って投球してくることでしょうね。気をつけてください、ライオンズの打撃陣の皆さんはね。いやー、まあ、前回同様、コテンパンにはいかないでしょう。ねえ、ベルーナドームと違い、ペイペイドームは屋内で空調が整っております。バッチリ完備されております。この灼熱地獄とはね、わけが違いますからね。これは厄介でございますよ。ペイペイドームの東浜は厄介でございますよ。なので、ね、まあ、松本渡るも、わからん。ちょっと心配であります。対ホークスに対しては、2戦2勝しているものの、まあ、ビシッと抑えてる印象はないんですよね。防御率も 3.55 なんで。評価しづらい防御率。東浜は対ライオンズ。まあ、この前打たれはしましたけど、通算防御率今シーズン 2.14 という、まあ、抑えてるんでね。そのうち1回ノーヒットノーランと。いやー、にしても明日からの3連戦。まあ、天王山ですよね。もう、9月の頭にいきなり、このホークスとの3連戦は非常に痺れます。僕もなんかね、こう、験を担ぎたいというわけでございまして。今日は、前祝いと、させていただきます。それでは、例のものを持ってきます。よいしょと。こちらですね。オリオンビール、キンキンに冷やしております。こちらの動画撮る前の20分前から冷凍庫という名のブルペンでね、キンキンに投げさせてるんで。さあ、行きましょうか。ね。明日、ドスコイ君にドスコイしてもらいましょうよ。ペイペイドームで、相性いいからペイペイドームでね。頼むぞ。なあ、絶対優勝したいですと。ね、前回のヒーローインタビュー、ペイペイドームのヒーローインタビューでね、言ってましたからね。山川のほうちゃんが、じゃあ、優勝してもらいましょうよ。ね。ドスコーイレオホーいただきまーす。言ってくれそうな気がする。言ってくれそうな気がします。そして、今日のおつまみはこれです。鷹の爪。ねえ、鷹の爪ですよ。やっぱりね、明日からのね、ホークスとの3連戦。3連戦ですからね、これ鷹の爪をこれ3本いっときましょうかね。ホークス戦のね、前の日はこれ食わないとダメだね、やっぱね。こちらですよー、こちらですよー。3連戦の、ではまず初戦、いただきます。
うまっ。うまい。おいしいですね。これですよね、やっぱね。たまんねえ。2戦目もいただきまーす。うまっ。ビールに合うね。ピリッと、ピリッとするね。燃えてきた。燃えてきた。よし、サイロ練習だからね。3ついっちゃうから。デスパイネとか、今宮とか、口の中に暴れてますね。痛い。うまい。ノーアルタカは爪を隠すなんて言いますからね。ね、その爪をね、奪ってやればいいんですよ。ね、あれどこ行った、爪どこ行ったなんてことになりますからね。フジモン監督がね、から、させみいただきます。どっち来い。うまい。これは効くね。ピリッと美味しいですね。これマックスバリューで、トップバリューか、入りました。うまかった。買っていただきましょう。絶対サレーションしていただきましょう。もうサレーションしないと許さないんだから。さよなら、ライオン。